聞きの隙間から垂れる腕を見かけたら耳を塞いで3回眠しに聞こえめくりと唱え商店街の道の向こうから頭のない鹿がやってきたら直ちに目をそらして細い棒を持つ仕草をして穏やかに過ごしたいなら起きてを守って少しでも息したいのなら起きてを守ってエンジン色の人影が家に入ろうとしたらアリシモンはここならずと唱えながら戸締まりをしてなんかその声がどこにいても聞こえたらその場ですぐに死んだふりをしてここで暮らしたいのなら起きてを守って少しでも長く生きたいなら起きては守って